ですけど、急性冠症候群っていうのは簡単に言うと心筋梗塞です。簡単に言うとね。で、急性冠症候群において、これ今からねちょっとビデオ見てもらいます。どういうビデオかっていうと、急性冠症候群の胸の痛い人が実際どのように治療されていくのか、実際に心筋梗塞を起こした人が出てきます。で、心筋梗塞を起こして、集中治療室に入院するまでが大体書いて出てきます。で、それからで、いろんな医療スタッフが出てきます。お医者さんも出てくるし、看護師も出てくるし、技師さんたち、ね、いろんな人たちが出てきますけれども、見ててください。患者さんは一人ですから、一人の患者さんに対してこれだけの人が関わっているんだよっていうのを知ってもらいたい。それから心筋梗塞っていうのはこういう病気なんだよってことを知ってほしい。つまり何かっていうと、私たちみんな看護師さんって何よりこう思ってない。治すのは医者でしょとか、で、技師さんとかもそう、レントゲンを撮る技師さんとかも治すのは医者でしょって思うかもしれないけど、このビデオを撮ってみると治すのは医者だけでないということが分かります。これ聞こえるかな？これ音後ろ聞こえる？なんとかね、よし、じゃあ今日見ながら行こうね。この人お医者さんね、胸の痛みがあってね、この患者さんが今運ばれてきます。救急隊が運んできました。で、この人も心臓のお医者さん。で、これ心電図 ST が上がってるってやつ、心筋梗塞ね。でね、これ1分1秒を争うんです。心臓の筋肉がどんどん死んでってしまうので、これカテーテル室で中で、それは血管沿い、心臓の血管沿い、あそこのが詰まっちゃった。で、このさっきちらっと出てたのが技師さんとか看護師さんとか、この間ね、後ろに手術を看護師さん、手術をするのは医者だけで、 ST が戻った、治療が終わって ST が戻ったよ。で、これ看護師さん、看護師さんたちが外でモニター見てる。で、外にいる医者と中にいる医者と、で、また看護師さん、で、患者さんをモニタリングしながら、そして6時間ぐらい経って、6時間後集中治療室に入る。で、心筋梗塞の患者さんと家族で先生で、ここにみんな、例えば看護師さんが血圧を測ったり、変な不整脈が出たよとかで、患者さん苦しいって言ってますっていうようなことです。だから心筋梗塞の一人の患者さんなんだけど、たくさんの人が来てるねっていうね、そこが分かってもらえれば良いです。